はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビージュです。では今回は新ギレンの野望ポイント稼ぎをやっていきたいと思います。ちょっと今回テストも兼ねてまして、前回ですね、ちょっと音が微妙だよっていうご指摘いただいてますので、ちょっと音をねもう少し改善できないかなと思って、まあ結局 PS ビータからの直撮りなどは変わらないんですけども、ちょっとテストも兼ねてやっていきたいと思います。お付き合いいただければ嬉しいと思います。で今回はですね、逆襲の車、逆車からハサウェイノアでやっていきましょう。で、イージーノーマルまではクリアしているので、今回ハードやっていきます。で、もう確実にクリアしたいので、介入をバシバシさせていきましょう。まずはシナンジュ。あとは、そうだなぁ。どうしよう、誰でもいっちゃいいんだけど。キュベレー、あとそうだな、せっかくなんでじゃあゼーターでも入れますか。いやゼーターそもそも入れられる、入るね。ゼーター入れて、あとファーユイリーのゼーターも入れちゃおう。これでいいかな。もう確実にクリアを目指していきます。目的、クエスの元へたどり着く。アクシで戦いを続けるクエスのところまでたどり着いてください。アルパージールに乗り中心拠点を防衛していますというふうに出てますね。アクシズへは左上から入るのがいいみたいなんで、左上から入りましょう。まあ、介入キャラを使ってね、うまく敵を排除しながら確実に行きましょう。コンペイトの中にいるってことはコンペイトから出さなきゃいけないね。出撃。待って。まずはゼータはウェブライダー形態へと変えちゃおう。で、出撃して、神湯。確かターン数は制限はなかったと思うので、ウェブライダー形態のゼータ。あとシナンジュ。いや、シナンジュも動けるね。これで行きましょう。で、ジェガン自体は、左上から入ります。左上から入るのが、アクシズへの、というかまあ、クエスへの最短経路になるので。本当は一年戦争でフルフロンタルシナンジュで、シナンジュ無双っていうテーマでやろうかなと思ってたんですけど、とても一年戦争でシナンジュを、この解禁するだけの介入ポイント稼ぎができる自信がないですね。まあ、ちょっと今回はね本当に音声のテストというのも、まあ合わせてというところありますので、まあ、このシナリオ自体はどっちに転んでも最良エンドでもバッドエンドでも大してやることは変わらないんで、本当にね音がいいかどうかだけちょっと皆さんも一緒に聞いていただいてコメントいただければ、嬉しいかなと思います。で一応アクシズの近くまでやってきてるので、次のターンあたりにはもうアクシズの中に入っていきましょう。でクエストのところまでたどり着けばイエス、オア、ノーの選択肢が出てくるんですが、まあ、どっちでも終わりなので。さあ、6ターンか。とりあえず中に入っちゃいましょう、じゃあ。
侵入します。で、カミーユやフルフロンタルたちも入れましょう。お、ちょっと待って、ちょっと待って、自動にしちゃダメだ、自動にしちゃダメよ、自動にしちゃいかけちゃいましたけど、クエスはここにいるね。なのでまずはシナンジュで周りの敵を排除していきましょう。ギラドーが相手だったらそこそこ戦えるね。やっぱゼーターだったら、もちろんね、シナンジュはまあ時代設定で言うと、今戦ってる逆襲のシャアよりも後なんで全く問題ないですね。あとは周りの防衛をしていきましょう。で、このままね、いわゆるベリーハードまで、まあ、同じ作業を裏でやっていって、海流ポイントは貯めておきたいと思います。これでエンディングフラグが立ちましたので進めていきましょう。で、ここイエス、ノー、どっちやっても同じなので、まあ、ここは一旦イエスにしておきましょう。はい、というわけでちょっとね、音のテストというのも兼ねて、まあ、ショートシナリオやってみました。音の少しはね改善できたんじゃないかなと思います。本当だったらね、音もキャプチャーうまくできるように環境を整えられればいいかなと思うんですけども、ちょっと以前から試行錯誤してるんですが、なかなかうまくいかなかったので、今回も、PS ビータの方から音だけ直撮りで
画面の方はね、きちんとキャプチャーしてるので、見やすいかなと思うんですけども、音の方はね、これからもちょっといろいろ頑張って、対応の方はしていきたいと思いますので、お気づきの点があればまた教えていただければ嬉しいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。